最近は作品制作と別に模写を軽くしています今回はレンブラント模写に飽きたのでチューリップも描き足しましたチューリップバブルのピークは1637年その時レンブラントは31歳結婚生活3年目の頃です第一次英乱戦争や自身の収集癖によって1656年50歳の時 破産宣告を受けます1669年63歳で亡くなります絵画のモチーフを収集したくなる気持ちはよくわかります写真より実物の方が情報量が多いですからね